後藤はある女性と英知をした後普通にタバコを吸っていると、なぜかその女性から大丈夫だったからとテクについて慰められた。後藤はお金を払わなかったため NSC を退学処分になったが、当時出欠席を確認していなかったため勝手に通い続けた。若手時代コンビでの対決企画があったが勝負してもいないのに、あらかじめ罰ゲームのスカイダイビングを岩尾と共に3回連続で飛ばされた。共演した人が次々に不祥事を起こしていくことから、東野浩二から死神と呼ばれている。かまいたちの山内にビンタされた際酔った勢いだろうと怒るのを我慢したが、後日山内がお酒が飲めないと話しているのを見て驚愕した。新幹線でたまたま隣に高須院長が座った際、知らない女性からあんた整形すんのと聞かれたことがある。小さい頃上下焦げ茶色のスウェットに黄色い帽子をかぶっていたところ、父親からごま油の瓶かと突っ込まれた。母親に仕送りをしていたが、そのお金で母は二重に整形していた。